雅子様と紀子さ様の衣装かぶり。紀子さ様といえば、雅子様との衣装かぶりがよくやり玉に挙げられます。衣装かぶりについてはご本人方が納得の上でわざと衣装をかぶらせているのであれば外部の人間が何も言うことはありませんが、今回は衣装かぶりについて、もう少し幅の広い視野から、女性皇族の衣装の変遷から論じてみたいと思います。まず、皇族と衣服というテーマについて、 女性皇族は和服を着ますが、男性皇族は和服を着ないという点がよく言われます。確かに、陛下をはじめ、男性皇族は公式の場で和服を着ないことが現在の不分立となっています。平成時代に自重長を務めた渡辺院士はこう述べます。ところで、皇后様は和服をお召しになっているのを拝見するけれど、天皇陛下はどうなのですか、という質問も時々受けます。 陛下は公式な場で和服をお召しになったことはないと思いますが、夕方、お食事の後、何か急の用事があって今に伺った時などに、和服を着ておられることが時折ありました。ただ、そういうリラックスされた時でも、着流しというのは一度も拝見したことはなく、いつも袴をつけておられました。公式には洋装、プライベートでは和装という振り分けは戦前からも同じだったようで、 旧宮家出身の作家、武田恒康氏もこのように述べています。明治時代、私の曾祖,祖父が門付き羽織袴まで写っている写真があります。でもそれは、公式なものではなく、極めてプライベートな、家族との写真です。これにより、明治期には、皇族男子であっても、普段着として着流し、羽織、袴など、つまり武士の服装、を身につけることはあったことがわかります。 中略次に、現在、皇族女子は着物をお召しになることがあるが、皇族男子は着物をお召しにならないことについて考えます。結論的には私もよくわかりません。武田恒康氏は、わかりませんと率直に述べますが、今回調べを進めてみると、確かに女性が着物を着るのに男性が着物を着ないという状況に確たる理由はないということがわかりました。というのも、 現在の女性皇族が公の場で和装を着るという状況も、明治以来の近代皇室の歴史から見れば、昭和、戦中武戦後、からのほんのわずかな流れに過ぎないからです。なんと、女性皇族が公の場、儀式以外、で和服を着る現在の状況が始まったのは、終戦の1年前1944年のことだったのです。女性皇族の衣装の変異について、 三笠宮家の秋子女王の論文、女性皇族の衣装の変異についてに詳しく書かれますので引用しましょう。戦況が厳しくなってくると、国民は苦しい生活を余儀なくされる。国民と共にある皇室でも国民生活に配慮し、簡易な宮廷服と呼ばれる衣装が考案され、様々な場面で着用されるようになった。宮廷服とは、戦時中の昭和19、1944年、 高順皇后秩父の宮妃殿下、高松の宮妃殿下、そして当時の式部官らがご相談の上作られた。上半身は細い和服のような襟合わせで、白のパイピングがしてあり、下半身は袴のようになっている、三笠宮妃殿下の弦をお借りすれば、乙姫様のような二部式の衣装である。乙姫様のようなとは何とも可愛らしい表現ですが、宮廷服の実物はこのようなものでした。 白黒でわかりづらいですが、明治大正時代の女学生の格好、現在でも女子大生の卒業式に用いられる衣装に似ているように思えます。これは、海外からの輸入が禁止されたので、洋服時が手に入らなくなり、手に入る日本の布地で作れるものを、ということで始まったとのことです。戦時中は女学生の制服もセーラー服にモンペ姿だったことを思い出します。 この宮廷服は戦時中も宮中での儀式で着用されましたが、戦争が終わった後も、厳しい国民生活に配慮して着用が続き、終戦七年目の1952年の新年祝賀の儀になるまで着用され続けました。戦時中の宮中での儀式は、この宮廷服の上に、ドンスのような厚手の織物を肩絹のように羽織り、勲章をつけてお出ましになっていた。当時は、外へのお出ましの時も、 室内でも宮廷服をお召しになっていたという。戦争が終わり、宮中での儀式が通常通り行われるようになっても、時世に配慮し、宮廷服でのお出ましは続いた。昭和26、1951年5月17日の定名皇后の崩御の時も、工順皇后以下、秘伝家宝は黒の宮廷服で臨まれた。しかしその後、一番重い新年祝賀の行事は、工順皇后から、 なおみの三秘伝家宝は、おかけというお召し物を配慮され、数年間はそれをお召しになっていた。1951年の定命皇后ご法御寺は旧廷服で、翌年の新年祝賀の儀は、内掛けだったとあります。現在は洋装で行われる新年祝賀の儀に、おかけという和装で臨んでいたというのは興味深いですね。皇族女性の和服は戦後から。秋子女王の同論文によれば、 その後、公の場で女性皇族が和装を着る機会が増えていったのは、1950年代からであることが書かれます。高順皇后は昭和27、1952年10月10日、第四王女であられる順宮厚子内親王殿下のおこ儀の折には和服を、小室夫妻が行方不明に、二億円の豪邸への引っ越し、卵子凍結の検討など、 様々な問題で注目を集めていた小室夫妻ですが、なんと、週刊現代2023年12月2日9日号が、現在、お二人が行方不明であることを報じました。渡米から2年にわたって住み続けたマンハッタンの高級マンションから、ついに引っ越すと報じられた小室圭さん、32歳、マコさん、32歳に異変が起きている。実は10月の中旬以降、 どのメディアも小室夫妻の姿を確認できていません。どこに雲隠れしたのか、まさに行方不明なんです。在米ジャーナリストこれまで二人が住んでいた部屋の契約期間は11月中旬で満了しており、21日からは新しい住人が入居できる状態になっている。すでに小室夫妻が退居しているのは確かだが、その後の行き先が全くわからないのだ。一体どこへ消えたのか。一部のメディアは、 マンションを引き払った小室夫妻が、ニューヨーク郊外の二億円の大豪邸に引っ越すと報じていた。しかし二人はそこにも現れていないという。近隣住民が明かす。少し前まで作業員が何人もやってきて、建物の隅々まで念入りに下調べしていました。てっきり小室さん夫妻が引っ越してくるので、その前に大掛かりな改修工事をやるのだろうと思っていたら、内装を少しいじっただけで中断しています。 ひょっとすると新居の場所が報じられてしまったので、リフォームの途中で急遽引っ越し先を変えたのかもしれません。だから中途半端なまま放置されているのではないでしょうか。自宅だけでなく、K さんは勤務先の弁護士事務所にも出入りしていない。業務の関係で、首都ワシントンへ転勤した可能性も取り沙汰されている。正式な事例が出るのは早くても年明けになるので、すでにワシントンに移っているとは考えにくい。 おそらく新居を知られないため早めに退去して、ホテルに移ったのだと思うのですが、どこにいるのか検討もつかないんです。前室の在米ジャーナリスト小室夫妻を、どこへ行ったのか。小室夫妻に関しては、女性セブン2023年10月26日号が、ニューヨーク州マンハッタンヘルズキッチン地区にあるマンションの契約満了に伴い、中国出身のオーナー夫妻が所有する2億円の豪邸へ引っ越す予定であると報じていました。 ですが、その後、週刊文春が取材を行い、2億円の豪邸への引っ越しは誤報であると報道。さらに、その他のメディアでも、2億円の豪邸への引っ越しの予定は白紙となったということが報じられたものの、ヘルズキッチンのマンションの契約満了後の予定は、謎のままとなっていました。こうした小室圭さんの行方不明報道に関して、ニュースサイトのコメント欄には、日本国民の税金を使って、 身を隠しているのではないか。マスコミからの追求を逃れるために雲隠れしているのではないか、といった様々な疑問や憶測の意見が書き込まれています。行方不明ということにして、内情は知られないように誰かがかばっているのではないの知る人は必ずいて、ただそれを暴露されたくないだけで、2億円豪邸をめぐってうまくいっていないのは確か。裏で税金が動いていなければいいと思うが、 必ず何らかの形でこの二人を支援しようとする力が働いている。うまくいってない時には、行方不明ということにしておけば知られなくて幸いと思っているのだろう。もう一般人なのでどこでどう暮らそうといいのでは。とも思うけど、その二億円の豪邸に必死に働いて納めた税金が使われているとしたら、ちょっと嫌な気持ちにもなる。 マコさんが皇室の公務とかでもらっていたお金なら使い果たすまで好きに使えばいいけど、まあそれも税金だけど彼女が皇室をしょって働いた対価としてもらったものなら諦める。でもそれ以降はご夫婦二人の収入だけでちゃんと生活してくださいね。行方不明になったことよりニューヨーク郊外の二億円の大豪邸に引っ越す予定だったことに驚いた。どうせ宮内町は行き先がわかってるんだろうと思うので彼らの心配はしてないが、 その2億とか今度引っ越す家の金は税金でないことを祈る。何度でも言うが彼らは一般人であり、海外移住者ならなおさら日本の税金を使う対象にはない。小室夫妻の下したまさかの決断とは。なんと、ニューヨークの職場にも姿を見せていないという小室圭さんですが、果たして、マコさんと共に現在どこにいるのでしょうか。そうした謎のヒントとなる情報が、小室圭さん、 実はニューヨークでできる仕事がない、マコさんと熟考の末に、まさかの決断へ。昨年マコさんが巻き起こした前代未聞の強行結婚により、国民の信頼を完全に失った秋篠宮家。現在その信頼を回復しようと懸命に公務に励まれているのですが、残念ながら効果のほどはあまり感じられないようです。そんな中、 12月3日にある小学校の開校150周年記念式典に出席された紀子様が、とんでもない礼儀作法を小学生に教養したらしいのですが、中黒中黒一体どういうことなのでしょうか。今回はそちらについて書かれた記事を見つけましたので、紹介と詳しい解説をしていきます。まず一つ目は、久人様に関する話題をお届けします。ここからは一部引用を含みます。さて、 今年4月から都内有数の進学校の一つである筑波大附属高校に進学された悠仁様。入学した経緯もさることながら、悠仁さまの成績がかぐわしくないなどといった報道が今年は相次ぎました。実際に同級生との実力差を実感されるタイミングもあるのではないかと、内情に詳しい区内庁職員は次のように述べています。いささか意地悪な言い方をすれば、 同学年の生徒たちと比べて悠仁様の成績が低いのは周知の事実ですから、推薦されるわけがないだろうという指摘があったのは事実です。さらに踏み込めば、その成績がつく場をつ族だ高で通用するものなのか否かが注目されてきました。そんな逆境の中で迎えた入学から半年が経過した10月以降、やはり悠仁様の成績がかぐわしくないのではないかとの報道が相次いだのです。 私がこれまで聞いた話を総合すると、思ったよりも大学合格につながる成績向上につながっておらず、逆に同級生らのレベルの高さを改めて感じられているという状況のようです。筑波大付属高に進学される際に懸念材料として取り沙汰されていた、同級生との実力差が持ち上がってきているということなのかもしれませんもともと、お茶の水から筑波に移る決断をした時点で、それはある意味で予想されたことなので、 現時点で悲観することなど全くないのですが中黒中黒中黒どうやら悠仁様ご自身は少し気にされているようなのです。先ほど触れた報道では、悠仁様の他に貴子様もナーバスになられているとの指摘もありました。さらに、貴子様自身が悠仁様を東大へという希望を持たれているという報道もされていますが、その真偽のほどはともかく、 母親としてもう少し勉強に打ち込んでほしいとの思いがあるのは事実なようです。確かに母親が我が子の成績に一喜一憂するというのは、どこにでもある話かもしれませんが中黒中黒中黒肝心の久人様は今、少し反抗期のような状況とも伝え聞いています。あの世代なら普通にあるようなことだと捉える人もいるのですが、 成績面で結果が伴っていないことについて不快なさを感じられているとの見方もあるようです。いずれにせよ、勉強を嫌がるような姿勢があるわけではなく、進学先が決まるまでまた時間の猶予がありますから余裕を持って望んでもらえたらというのが我々職員の願意なのですが、中黒中黒中黒、以上が一つ目の記事の内容です。何と言いますか、定型更新学制度を使って無理に地区府に押し入れた時点で、 悪い結果になるのは予想された事態だと思いますよね。しっかりと入学する前から計画を立てて、自分の実力で入学して自己実現するならば、それは大変素晴らしいとだったはずです。国民も納得したで少子喜ぶ状況になったでしょう。しかし、実際のところは貴子様の欲望が最優先され、実力不足なのに何から何までお膳立てされて畜不高に進学したわけです。 最近は悠仁さまが反抗期を迎えているといった報道も多くなってきていますが、そうした報道がされる原因は、母親の問題が大きい気がします。親がこの品格を損ねるような真似ばかりして、一体貴子さまは息子をどうしたいのでしょうか。再びノブレス・オブリージがないと受け取られかねないし、愛情と甘やかしを吐き違えるのは悠仁さまの教育にも良くないから、絶対にやめるべきですよね。 合宿行事にて、同級生にセクハラ行為に及んだという疑惑が上がり、訴訟沙汰になりかけた悠仁さま。今回は、貴子さまが、悠仁さまのセクハラ問題について指摘した職員に対して、皇族とは思えない衝撃の言葉を放たれたということが話題になっています。一体どういうことなのでしょうか。その内容をお伝えしていきます。合わせて、 マコさんの夫中黒小室圭さんがニューヨーク州の弁護士になったことで、マコさんの肩書きが与える影響力についても一緒に紹介していきます。ぜひ、コメント欄にあなたの感想を記載してください。ローエンスタイン中黒サンドラー事務所で、法務助手として働きながらニューヨーク州の司法試験への合格を果たした小室圭さん。三度目の正直となった今回の小室圭さんに対しては、 SNS やニュースサイトのコメント欄には様々意見が書き込まれていました。ネット上では、小室さん試験合格おめでとうございます。本人もだが、奥さんと皇室の方々がホッとされたのではないでしょうか。弁護士資格試験は1回目で通る人の割合は一番高く小室さんは3回目なので正直難しいのではないかと思っていました。インフレで物価も高く生活もきつくなっていたでしょうし、 三回目もダメだった場合のプレッシャーも相当あったと思います。合格おめでとうございます。やはり、兵大ではない、強靭な精神力を持った小室氏。難関司法試験合格、おめでとうございます。一度や二度の失敗にくじけることなく、むしろ三度目を堂々と受験したこともすがすがしいです。といった祝福する書き込みが見られました。一方で、 小室さんの合格を祝福するも別の問題を指摘する声も見られています。莫大な警備費用はどうするのか、税金注入はこれまで通り何も変わらないはず、KK が今回試験に合格したことで、今までのすべてがチャラになったような言論を見かけるが、フォーダム大学奨学金の問題を締めとして過去の疑惑は何一つ明らかにされていない。これからのことを真剣に考えるのは当然として、この機会にこそ、 国民にわかるようにきちんと過去の生産をすべきであると思う。合格したことはおめでたいことですが、どうしても学生時代、金銭面でお世話になった方に対しての態度が、正直今でも引っかかります。その方のおかげで、大学にも行け今があるのは事実だと思うし、このように、小室夫妻を祝福したい気持ちもあるものの、心に引っかかりを覚える国民も一定数いるようです。小室さんが、 弁護士になったことで年収は2000万円を超えると報じられていますが、当然のことながら、それは小室さんの頑張り次第となります。現地の弁護士たちは口を揃えて、決して楽な仕事ではないと断言しており、訴訟社会であるアメリカの放送会では、弁護士としてどれだけ実力があるかが試されます。そこに救かなからず、マコさんの元ロイヤルという肩書きが影響力を与えることでしょう。 王室、皇室への興味が深いとされている米国民は、元ロイヤルの夫という肩書きを持つ小室さん、元ロイヤルであるマコさんに注目しておりそうした注目は小室さんに仕事を任せたいという企業や事務所が減れる可能性も示しています。小室夫妻が今後、良い評判を積み重ねていけるかどうかに、今後も不安の声が上がりそうです。久人様の論文発表は、東大入試に有利に影響か、 現在、大変な話題となっている秋篠宮家の長男久人様の、トンボ論文。ネット上では、この論文は、東大に推薦入学するための材料になるのではないか、と散々話題となっているのですが、女性自身も、再来年に超える大学進学にも有利に働く可能性があるとして、次のように報じています。久人様が、初めての学術論文をご執筆された。 論文のタイトルは赤坂御用地のトンボ層多様な環境と人の手による維持管理で11月22日に発表された国立科学博物館研究報告英類動物学に掲載されているその内容は2012年から昨年までの赤坂御用地内のトンボの生態調査をまとめたもの御用地内では38種類のトンボが見つかったほか 絶滅危惧 ILE にランクされているオツネントンボとオオイトトンボが記録されたことは特筆に根すると記されている。論文は、国立科学博物館の生託祭司、宮内庁の飯島健氏との協調。紳士はトンボの研究者で、一重引用不十四年にも、皇居のトンボ類という論文を発表している。久人様といえば、幼少期からトンボに強く興味を持たれており、 中学1年生の時には、トンボの調査や生息環境などについての作文、トンボと私が、読売新聞社が主催する第69回全国賞中学校作文コンクールで佳作に選ばれた。今回注目されるのは、筆頭著者が久人様であることです。筆頭著者は一般的に研究に最も貢献度が高い人物が選ばれます。トンボの研究を本業にしている生死よりも、 久人様の方が執筆に必要な調査などをリードしたということでしょう。実際に、論文内に掲載されているトンボの写真には久人様が撮影されたものもあるそうです。皇室担当記者、トンボに関するご知見を深められる久人様。